焼却の資産見に来るとか。見に来るとこまで行かなかったんですけども、税務署に申告してるじゃないですか、うん、でそれの明細があるはずだと、原価焼却のですね、それを提供してこいと、でそれと付け合わせすると。役所ってそんなことまで言うの？ええ、市役所のくせに、ええ、どこの市役所の話だ？東大阪です。どうしよう。でそれいちいち見られてずれてるのがあるっていうのは、ちょっと大きい会社ってね、何百とあったんですよ。でそれ一個一個確認されていて、でこれ違うあれ違うって言われて、5年分税金不足してるって取られましたよ。一括で違うやろ。一括です。まあ、ええ、ノーオプション何本ぐらいのノーオプション？あのほぼちゃんとやってたんで、5年で40万ちょっとでしたけど、まあまあでもまあまあまあでもムカつくな。でも会社さんはめちゃくちゃ怒ってありまして、あれなんなんやろな、焼却資産税って意味が。であれ、ね、まあだから焼却して焼却な、焼却してるっていうことは法人税ね、固定資産税大きくの大きく言うと固定資産税なんですよね。車やったら自動車税で、うん、不動産持ったらね、あの固定資産税普通に取られるじゃないですか、うん、それと同じ感覚なんですよね。でもせっかく設備投資して焼却して節税したのに、ええ、その焼却した資産に対してまた税金かけるってことやろ。もう何なんかよくわからんよな、もうもう冗談じゃないのほんまって感じし。でも焼却したんでなんて知らん人多いでしょ、多分一般個人は。そうそう、それなんですかっていう人はほとんどですよね。なあ、聞いたことないぞって話ですよね、俺も。なんやねんそれと思っとったもんね、まあ税務署やったらあれやけど、役所やからほっときゃええわぐらいの思ってる人多いやろ。そうですね、役所もね、今までそんな力変な話入れてなかったんですよ、うん、ですからだ出てなかったんですけど、出てたらそんなに文句言われなかったんですけども、ここ 4,5 年で収入が変わってきて、あの何社かやっぱり私のお客さんでも4件ぐらいそういう調査が入りましたね。これ追ってるかっていうところと、あと申告してないけどあるんちゃうんかというのも一件ありました。他に、ね、だからなん二重課税とまでは言わんけど、うん、せっかく節税したもんにまたしかけてくるってことやから、だから設備あのな、要は銀行に借り入れてその事業を伸ばすためとかな、拡大するためにね、利息ついた借金してな、設備投資して頑張ってんのに、でそれ焼却になるから、これはこれでよかったわけや。なんでそこにまた税金かけんのよって話やな、もう。そうですね、もうなんか妨害してるとしか思えんよな、よく言ってたんだこれ。二重課税って言われるのね、何気に結構あるじゃないですか、うん、あのタバコ税もそうですかね。そうです、税金プラスしてその税金と本体の合わせた分に税率かけて、そうです取ったりとかしてるんで、まあ、二重とかって他も我々知らんだけでいろいろあると思うんですよね。加熱式のあのタバコにまたかけるっていうからな、あの出てたでしょ、アイコスって言うんですかね、うん、なんていうんだろうね。まあ言いましたけど、あの電気自動車やとガソリンで取られへんから走行距離乗って税金取るかとかっていう話もあるんで、うん、だから取るためにこういろんな解釈をしていくってことですかね、うん、そういうことですよ、ええ、うん、だから結局税収上がらんかったら困るから取るっていうだけだ。結局みんな自動車乗れへんようになったら自転車になっても自転車の高かけるんでしょ、またどうせ。今度は自転車買うたら取るのかもしれないですね、そうなったらね、うん、ええ、電動自転車だけかけるとか、ああありえますわね。あ、ええ、ほんまにもうムカつくわ、ほんまもう。まあでもなんぼ税金集めなあかんからどういうのがあるかなって考えとるんでしょうね。そうやと思う、常に常に、ええ、うん、この理屈で言ったらこれで税金取れるじゃないかと、だからこれやったら 1% をかけた、あ2兆円これで取れるとかね、うん、そういう資産は一生懸命絵に描いた餅のやつをやっとるんでしょう。でも商売なあ、商売やって設備投資してるところにそんなことしたらあかんよなあ、そんなやる気失せるよな、もう
頑張っても頑張っても持っていくんやからな。で、我々もですね、嫌なってきたもん。12月末までの分で、1月1日現在に残ってる分について申告を1月末までにしてこいって言うんです。焼却したんで。ええ。だから物理的に我々も勘弁してくれっていう、そんなスケジュールなんですよね。でそれも自分ら1月末に送ってこられたらジムが大変になるから20日頃まで送ってこいとかっていう詩もあるんですよ。自分とこだけのことだけ考えていると考えてるな、我々どんな思いしてやってんねんっていう話で、まあ税理士事務所だけじゃないし事業所も売ってほしいわな、はい、そうですね、はい、本業で利益出さなあかん本業一生懸命やらなあかんの変な事務仕事ばっかりやらされて、そうですなあ一円にもならんな、だから正月明けたら私あの事務長にあの12月末まで資料いただいてる分以降で、うん、資産あるかどうか確認させてもらったりすると思います、うん、それ各会社にさせてもらって返事もらって消却さんに申告してるんで、うん、資産って言うたっても資産って言うたって事業その売り上げを上げるための機器っているやろみたいな話やねんけどなんでそれに税金かけんねんっていう話やな、まあ一点集中で税率かけたら高い低いって分かるんでいろんなこうあれでしょうね、うん、いろんな名目出してバラすんでしょうね、うん、あの目につきにくいように個人事業所はかかってけへんの消費税にかかりますかかるけどそんな見てない見てるのかなやっぱあのねあのこんなこと言ったらあれですけどもそんなに見てないと思います個人法人にかかわらずそんな大きくないところはだから売上大きいところとかね。あそうやな。事業的にその機械とかいろいろいるやろっていうところとかはピックアップしてるんだと思います。うん、でもその消費資産税が自分らが思ってるノルマじゃないけど目標達成の数字よりちっちゃかったらそういうところも行くんやろな。やっぱちょっと、まあそうなりますよ、ね。まあ取れりゃそこだけ取っとったらいいわって発想ですよね。それは消費資産税の被害者再生係があるぐらいですから。あるもんな。なんぼどうせっていうそんな話に絶対になるんで、うん、彼らそれしか考えてないね変な話その部署はな、どうやって東大阪市に消却資産税を増やすかとかねそうなるとどこが取りやすいとかねどういうところが申告もらある意味個人でやってる飲食店なんかも取れるっちゃ取れるんだもんな取る気になりゃ、はい、厨房設備とかな、はいそんなことやったらもう怒り狂うやろな飲食店の人なんかも結構ねその我々からあれなんですけど優秀な市役所のその消却資産税の担当とかやったら店転々とこう、うん、プライベートで飲みに行ったりとかするんですって、うん、税務署も一緒やな、こんだけいろいろ機材あるのと、うんうん、でそれ確認してで仕事に戻ったらあれここ申告してないんやないかと、うんなら動かとかそういうのをやったりとかもしてますね、うん、まあ規模ちっちゃかったらでもたまったもんやないわな、うん、あの俺今コーヒーなんかでもほら豆ひいて売ってるおしゃれなコーヒー屋さんなんかできてるやん、うんはい、あれなんか結構取れると思うだよあの機械、ね、いや高いですから、ねうんそんなもんに税金かけられたらもうもうやべえじゃってなるわなみんなもうだからそれ嫌やって言うんでその買い取りじゃなくてリースにされるところもあるんですよ、ね、俺もう国籍移そうかなもう一回外人なのかな一回もう外人だとここで日本で事業やってたら取られますよいやだいぶ女もあもう住所不定にするんですかもう逃げる帰るよ国に帰るって言われますねどうしようまあでもここらキャッシュフローっていうか返済比率やっぱり見ていきたいんでなちゃんと、まあ、結局売上ばっかり上がったら税金が苦しなってくるんですよそうですそうです、消却できてる間はいいですけども、そうなんですよ、結局売上としては上がってんだけど返済が加算できたらな、現金回らんようになってくるんですよ、今度は、そこのバランスなんですよな、だから、だから消却を見ながらやけどな本来の目的がなあ、なんちゅうのかな、そんなそれ一本立ちさすとかっていうより何か助けるっていう目的でやっとったけど何か知らんけど一気に大きくなってしまったからだいぶ一気に大きくなった方ですか、だいぶですね、もう立て続けに買われたじゃないですか、でもうやめるって言われてからも何人かこちらじゃないですかあ今月1個決算あるんですあのこの前融資受けるなんて言われて
あれは、うん、結局だからあのまとめてあそこがまとめて1億から上じゃないと困りますみたいなやつあったじゃないですか、はいはいはい、あれはその抱き合わせでそっちじゃなしに単体の方の吹田の物件、はい、吹田でちょっとええの、はい、あの、うん、仕入れそうなん、はい、仕入れることできるんで、はい、満室想定でやっぱり 11% 弱 10% 超えてるんでね。あ結構いいですね。吹田の場所いいとこですよ。角地ですよ。近さですか。うんと昭和63ぐらいちゃうかな。修繕関係とか今できっちりされて、ああ、ちょっと出入れたいぐらいのレベルです。あ、そうですか、うん、そうやったらまあ場所が抜群にいいですね。吹田、うん、の駅徒歩7、6、7本ぐらいのやつで角地なんですよね。吹田とか結構ね、今大和大学とかなんか出てきたりとかして、うん、でその物件仕入れれた金額な、はい、仕入れれた金額の8割ぐらい土地にあるんで、はいはい、うん、全然十分いける物件なんですよ、はいはい、で店舗超えてくるとなるとな、はい、いやこれええの拾ったなと思って、それはどっからの情報で拾われたんですか。いや今までそのいつもあれ今までここで、はい、ここではどこです、はい、一緒同じとこです、ああ、うん、物上げ業者ですわ、うん、同じですよ。だから決済も今月中ってやつです、はいはい、もう見つけたらすぐ事務所に見てきはるんじゃないですかね。そういうやつは物上げしてるやつだな、はい、であとまただから例のあのあそこは構成があれですわ、その金額金笠の張るやつをもう一本なんとかって、はい、それはちょっと慎重にやらんと、さっき言ってたように、はい、うん、現金が足らないのって困る状態になったらあかんのでね、はい、ちょっと慎重に見ますけどな、はい、あいつらエグいっすよやっぱエグいっすよほんまに。RC 鉄筋コンクリートやったら70年ですからね、はいはい、うん、だから築30年やつでも築40年のやつでも30年つけてくるんですよ。 あんなんでもまともにつけたとやられてまうわ、最後こっちが詰まるわもう。銀行さん熾烈な戦いしてありますからね今ね、ちょっとあれですよ、開け出しましたよ。まあその人の属性とか会社にも読んでやるけどな、一律でどこでこれでも、さっきみたいに地銀は苦しんでるしね、うん、地銀なんかヒーヒー打てますからね、もうコロナの借り換えでももうえげつない争いしてますね、うん、借り換えの時に油断したら自分のところがごっそーっとゼロになってよそに行かれたりとかね。そうです、やったりやられたりとかもう激しいですよ。だから貸すのがそれしかないからですやん、もうアホみたいなことやってるんですよ。だからすごいなと思ってそれね、まっとうな商売っていうか、ま、なんていうかな、まっとうな世の中の成長を促すようなあれじゃないでしょ。全然、使うあてもない人に金貸して、その延長させて金貸すのとか、ほんまに詰まってて金ない、潰れるところを延命させてるだけみたいなやつとか、はいはい、何やってんのかよくわからないことやってるんですよね。でほんまにお金貸したらその開発もうちょっとでできるとかっていう製造業者に金貸さない、貸さないですよね。そういうところに貸さなあかんのですけども、うん、そういうところはもうよそも使わんし、リスク自分にね何かあったら跳ね返ってくるんで行かないですよね、うん、だ借り換えとかそういう安全なところでよその根こそぎ借り換えさせてしまうとか、そんなんばっかり考えてるわけですね、うん、あれと一緒ですよね。なんか多重債務者を握ってるサラ金と似たようなもんですよねやってることお前こっちに全部返したるから俺のとこもう一回借りろみたいなもっとほんで先伸ばしたいてあるからみたいなな、あれはむちゃくちゃやな地銀のやってることは。もうやったりやられたりなんかもう仁義なき戦いみたいな状態ですよ。そうですよ、あっちこっちでもうやってます、うん、そらね3000万入れとってもうあと2000万追加して5000万にしてまた伸ばすからって言ったら喜ぶ経営者おるもんね、やっぱりな。そうですね、でだからむちゃくちゃなことやってるんですよねあれ、あれ最後どうなると思う、ヒブさんほんまに最後結構国泥かぶるんちゃいますと思うやん、思うでしょ、うん、一時今回返済始まった、今回返済始まったから詰まるとこ出てくるぞってやってたけど、
伴奏型になってもう一回伸ばしたるわってやってるでしょ、はいはい、で伸ばすだけやったんやけど今度追加でまた金入れとるでしょ、はいはいはい、それも余計に焦げつくわけ、また膨らんでるんでしょ、どうなんねやろこれ、こんなことやっとってかぶるよな、絶対勝利せなあかんもんな、何らかの形で、はいはい、国が保証するから行けってやってるわけですからね結局国がケツ持たないといけないですからね、でも国あの調子じゃないですか、自分らの懐にいっぱい入れて、誰もちゃんとしたこと考えてないんですよね誰も考えてないです、あれ財務省ですらその辺ちゃんとね自分の金じゃないからなんでしょうねちゃんとこうねその辺試算して何割はひょっとしたら返ってけへんかもしれんと、だからこれどうやって手当てしようっていうのをね、銀行でもその分引き当てしとけとかって厳しく言ってるじゃないですか金融庁は、お前とかこんだけあのリスクある分債権持ってんねんからで、そんな言うてる国がそんなんやってないわけですからね、なあんたって話ですね、で、あの選挙のためにね聞こえがいいようななんかいろんなばらまきしたりとかなんかするじゃないですか、何やっとんねんって話ですよ井口さん、まあねえけど、ほんまに政治当てんならって、もうみんな気づいたんちゃう、もう今またまだやってんねんから、でも支持率 22% って嘘やろと思うけど、俺絶対 3% くらいじゃんかなと思ってんねんから、あれある 20% もないと思いますけどね、よっぽどわけ分かってへんぐらいの人としては支持なんかせえへんのちゃう、それかあれでしょうね、その消去法で他な誰がおんねんって言ったらおらんな、じゃあまあしゃあないかっていう、そういう考えの人はおるかもしれないですね、すごいな、4閣僚更迭やで、交代交代で4で済みますかね、今のところ4閣僚と5副大臣交代ってで、まだあれでしょ岸田さんのなんか周りのところもなんか出てきてるでしょ、だからもうそっちに飛びしたらもう収拾つかないじゃないですか安倍派言うて、安倍さんおらんのにね、もう、すごいな、松野とか高木とかの西村さんもそうやな、経済産業省やったっけ、はい、一番てっぺんがあれやからな、過去の慣習でずーっとやってたから自分らも同じようにやっただけなんですよ、彼らにしてみりゃそうなんですよ、自分らが知恵絞ってやったわけじゃないですよね、そうなんですよ、だから 今のあれこれずーっとやってることって、もうこの2年ずっとやってるのって、結局今まではそれでよかったのに、あれと思ってるやつばっかりですよ、なんで自分らだけこんなん言われんの、そう、それなんですよ今やってるので、だからなんていうんかな、観光っていうか慣習っていうか、そう普通にやってたってことですよ、ただやってること大したことやってないよ別に、はっきり言ったら、そんな悪いとは、悪いっちゃ悪いんやけど、あれある意味脱税にならないんですか、脱税ですよね所得になっちゃいますよねあれはね、そうですよね、表に出てけへん金ですもんね、2000万とか3000万とか、ほんでこの5年で5億とか言い出してねえから、脱税ですよねこれ、普通の会社で5億脱税したらやっぱり税務署相当怒るでしょ、相当どころじゃないですね、あの国税でしょ、刑事事件になりますね、あの昔野村幸男さんがね刑事事件になったじゃないですか、脱税してて、ああいう形ですわね、やっぱ知見動くんやな、こうなるとやっぱりもう、税務署も動かなあかん、これ国税脱税でしょこれ、知見があの特捜が終わってからですよね、その前にちょろちょろすんなって話でですよな、結果出てからほんならお前ら、はい、税金これ払ってないからその分あの次行けっていう話になると思うんです、要はパーティーですよね、金集めるために、政治献金ですよね、はい、いっぱい客呼んで飯食わして、はい、演説して金集めて、で目標達成した余った分は自分とこ懐入れるっていう、自分あの余った分は還流してくれて、そういうことですね、あの世話会も上げてないし、でこっちも上げへんっていう形、そういう形ですわな、でそれとか自分でも世話会にすら上げんとポポないないしてる分とかもあるわけですよね、でも観光慣習っちゃ観光慣習やけど、民間の我々からしたらちょっと考えにくいことですよね、大人が、脱税って分かるもんな、だって、100万200万だけど5億とかもういい加減にせえよってあれって思ってるんですよあの連中、だからもっと深いところで言ったらね、機密費とかもそうじゃないですか、そうだな、官房長官の裁量でね、金庫あるの、あの了承なしで使えるじゃないですか、使えますね、だからあんなんも
構いろんなのが出てきますよ。この前のあの東京オリンピックのあれと一緒ですね。あれと一緒で、あれなんか氷山の一角でもっといろんなことあるんやと思いますよ。今回のな、この裏金っていうか隠した金みたいなやつがやりだすとな、これな、役人全部やで、これ、うん、警察とか、あるでしょ、それ多分やっとるでしょ、そんなこと。役人にあのこう便宜図ってくれって言ってやってもらったら、直接は出せないにしても間接的にでも何かやりますよね、当然ね、お礼っていう形で。これ全部行くんちゃうかな今回と思ってねえよな、ここまで来たら。もうあのでもあの調子で来たら全部行きそうな感じでしょ、あれ毎日出てきてるでしょ、これ。俺こんなこと統一教会の時にすごない今。そうですね。だから今自民党で騒いでますけども、野党追及してますけど、野党も政治資金パーティーやってたら同じことやってるんちゃうんって思いますけどね。うん、一緒やと思う。当然自民からね、あの行った人もおるんで、そういう人はノウハウ持ってるわけじゃないですか、うん、パーティーしたらこうやったらいいねみたいなね、うん、なあ、まあ、パーティーして現金集めるのは結構やねんけど、うん、まあ帳簿に記載せんあかんなせんよとか、うん、20万円以上なったらその誰々でからとか書かなあかんって、そこは分かんないけど、うん、なんで隠すんやろな。いや、分からんわ。規定の額以上とか他に知られたくないとか、うん、いろんな事情があるんでしょうね。まあある意味政治家っていうか選挙に勝とうと思ったら金いるってことなんやろな。裏金がいるんでしょうね。表に出せない金をこう融通したりいろんなことをね、領収書出てきへん金をこう動かさなあかんねんな、はい、連中もな、はい、それがある人は出世していくしっていうことなんでしょうね。都会じゃそうでもなかったも、田舎行きゃ行くほどそんなんかもわからんな。選挙も金ばらまいてるじゃないですか。まいてるもん、ね、未だにやってるもん、ね、いやー今どっちも全部出てくるで、一種も叩かれ出したでしょ、始まったでしょ。いよいよそれはみんな叩いたら埃出てきますよね。吉村もんさん、もうメロメロになってるからね、うん、もう完全に国がいや国の仕事やろって言い出したから、うん、もう無理よ万博。あれもどうなんの、やったらあのまんまあの悲惨な状態で万博なんぼ金かかるかわからん状態でやってるんだ。あれも金もそうですし、日本っていう国も信用されなくなりますね。されへんし、で来て開けてびっくりたまたまとかで悲惨な、なんかこうちなんていうかな、安物の万博って誰も来えへんみたいな、はい、で赤字だけ残ると、で大阪府民大阪市民何やったっけ、国民全部税金押し付けると、はいはい、もう怒らへんかな、そろそろみんなもうええ加減に。そうです、ね、もう怒ってるでしょうね。怒ってると思いますね。だから当初の予算からね、オリンピックもそうでしたけど、どんどん上がっていくじゃないですか。どんどん上がっていくんですよ。でそれもなんか材料費や人件費や言うてますけど、そんなん分かりきったことですし、考えが甘いとか読みが甘いとかじゃなしに、やっぱあれですね、イブさん、行政とか役所とか政治もそうやけど、民間で商売した人が出てこなあかんよな、うん、もうだから考えてないですよね何にもな、足らんかった税金からしか思ってないよな、あいつら、で自分が辞めりゃもうそれで終わりや思ってるもんな、はいはい、うん、その間にどんだけ ポッケないないするかの勝負でしょ、あれ、はい、ひどいもんやなあれ。これで万博できへんってなったらどうなんねやろな、これでもこんだけ金突っ込んでどう思う。無理やりでもやるのはやるでしょうね。やるやる。でも縮小はする可能性は大ですよね、うん、縮小せざるを得んわね、プレハブ立ててね、いっぱい、で今一生懸命前売りで金ね、先に回収しようとして一生懸命やってます、ね、何本か6000か7000か何本か知らんけど、前売り、前売りチケットさばいたらもうやらなしゃあないですよね、だって詐欺やんな、もう、吉村に歌歌わしといたらいいんですよね、盆踊りの格好出して松井とかあの辺いっぱい読んでね、矢倉立てて松井とか橋本とかあの何やったっけ、ババとか、盆踊りさしといたらいいんですよ。でその盆踊りさしてるのをみんなで周りが石投げたらいいんですよねお前らってむちゃくちゃやな、もうやってること。あとどんだけ撤退するのかなと思いますね。結構この状態やったら撤退するとこまだポロポロ出てくるんちゃいます。出てくるな、うん、なんぼでも出てくるな、
業者もついていかんしな、もう、だからその空気やったら間に合わんって、もう白旗あげてるとこ結構あるんでしょ、あれ、あるやろな、いやあんなもんに付き置いてられへんと思ってるゼネコンもおると思うで、やっぱ、これでカジノもちょっと味噌つきましたね、カジノ目的やってバレたもんな、完全にもうこれで、で外資入れてカジノでシャブ漬けじゃないけどパチンコ漬けみたいに賞を持てんねやるけど、ちょっと大きく味噌つきましたよこれ。ついたな、ちょっと信用できへんなっていう話に、ね、なりますよね。ラスベガスのカジノやってるところがそのノウハウで来るんですよね。うんうん、大丈夫かみたいな形にちょっと疑心暗鬼で来られると力入れてくれなくなる可能性ありますね。今だから一社だけなんですよ、もう、3社ぐらいあったんですけど、みんな2つ逃げたんですよ、もう、でその一社は今まではねやらしたるわっていう形で折れたよ、3社あったら、今はこっちから大阪からお願いします、お願いしますと来てくださいとどうぞ逃げんといてくださいとでなったらそれはまた何ちゅう、話変わってきますよね。話変わるし、条件つけられるし、くすねられるわな。ですね、インフラもっと合わせとか構成とかな、値段ふっかけられたりとかね、嫌やったらもうやれへんぞ言われたらね、そうそう、で家賃もっと下げるとかな、はい、ただ同然に叩かれます、ええようにされるわ、でもあの維新のあいつらおらんようになると逃げてみんな、あとは税金だけの、あの借金だけ残るっていう形を、最悪ですね、大阪から引っ越そうかな毎回そのパターンですよな、けどこれはちょっとあれね、あそこでも仮に建物建ったってね、ちょっとした地震来たら終わりですよ、あそこも大体、そもそもが津波でアウトですよね、地震だけじゃなくて、津波もそうやけど液状化、芝みたいに、もう下ゴミやからね、あれ、ズブズブやからね、どうなんやろうな、何本ぐらい借金残んねやろね、今で全部でどれぐらい金かけるってんのようわからんけど、2350億かなんかって言ってましたね、この前、でそれは会場の分だけで、それ以外の付随する諸費用がゴモゴモゴモって言ってたんで、インフラなんか入ってないでしょそれ、地下鉄とか、だからそれその辺ゴモゴモっていうのを入れたら3000円がそこらは余裕でいくんちゃいます、前のちゃん1兆円とか言ってるけどな、1兆円が誰が負担するんですかね、国に押し付けるみたいな感じになってるから、今だから国と大阪府とやってるんでしょ、ギャ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 、あれもともと大阪万博やったの、その名前、そうですね、それが今関西大阪万博に変わってるからあれですかね、兵庫もお前ちょっと金出せるそうそうそう、四国も頼むわみたいな、船で来るようにしちゃうよっていうことですかね、いや瀬戸大橋はこれの経費やぐらいの意味合いちゃいますもん、だって大阪万博だったんですよあれ最初、確かにね、そういう関西大阪に変わってるからな、いつの間にかその二文字で金取るとあいつら賢いっすよ、だからで今関西に枠広げとったけど、やっぱこれは国が言ったもんやろってなってるわけですよ、菅、岸田さんもうどうしようこれみたいな、ウェブさんちょっとここまでひどいって分かってもたらな、もう、そうですね、もう税理士としては税金ね、税をもうきちっとするっていうのは筋で、本業で制御でええんやけど、俺らの一般の取られる庶民からしたら、あの調子見とったらもう腹置きほんまうせるよ、もう思わん、まあ完全に無策ですもんね、気がうせるでしょ、だって払ってもちゃんとプールして分配してきちっととその先の展望があって使ってればみんな納得するんだけど、今払っても全部ザル、なんかバケツが底抜けてるからその状態でしょ、だってそうです、ね、完全に底抜けてるでしょ、もうバケツが、でまだ足らんまだ足らんまだ足らんってやってるんでしょ、簡単に言うとこれどうやる、これなんかこう家で一日酒飲んで暴れてるじいさんの家庭、おじおやじの家庭みたいな話ですよね今やってることって、ね、
いやそんないろいろそらあったけど、橋本龍太郎の時もあったし、小渕もあったし、バブル崩壊もあったし、小泉もあったけど、こんなことなかったでしょ。でも、そうですね、これあった。田中がロッキードの時もここまでひどないですよね。ひどないです、ひどないです。ねえ、だからもう完全に、まあ岸田さんも無策ですけど、財務省の官僚も何してんのかなと思うんですよね。いや、だから俺がいつも言うてるのに、これ、うん、わざとやってますよ、間違いなく。岸田がわざとやるあれありますかね。潰してるんですよ、だからあれもういや、ありえる。だって上げてくるやつ、上げてくるやつ全部やられていってるでしょ、だって、うん、そうですね、そう、網にかかったように、はい、いや、なんかこう網巻いて引っ掛けてバーン落としてるでしょ、はい、うん、それらしきやつばっか上がってきてるじゃないですか。そうですね。そう、どう考えてで、自分も火だるまになって、うん、で、火だるまになってるから、あの人涼しい顔してるでしょ。うん、そうですね、メンタルだけが強いですね。だから普通メロメロなんだけどな、総理大臣言いたなった、入院するとかな、うん、やめますよ普通や。やめるでしょ、大体、今までの総理大臣ってみんなやめるんですよ、安倍ちゃんも一回もやめましたもんね、入院するとかな、うん、静養中とかってやるじゃないですか、はいはい、あの人だからわざとやってるから思い通り言ってるみたいな感じちゃうんですかね。私はもう何も考えてないから、別になるようにしかならんわみたいな感じで言ってるのかなって思ったんですけどね、うん、まあでもいいけど、今までの観光でやってたことが突然こうやって騒ぎ出すっていうことは、なんか意図があるってことですよね。そうですね、今まではやってなくて、今のやつらがやってるって話ちゃうもんね、何十年もやってきたことが、はい、今こう吊るし上げられてるってことだから、はい、意図があるってことですよね、もうこんなあかんよっていうことですよな、どこまで支持率いくと思います、最後。一桁いったらすごいやろ。一桁いったらさすがにもうやめなダメですよ。 8% とかな。ねえ、あの多分俺メディア ね一斉に騒ぐよ、一桁台入ったら、もう 10% 台になっただけで大騒ぎですよ。政権支持率 9% なりました、消費税下げましょうみたいな消費政権支持率と消費税合わせて下げていこうみたいな、もうセットでね、日銀の総裁のあの人がやめてほしいんですけどね、なんかあれでも何もせんね、でこの前なんかちょっと会見しただけでちょっと円高にビャッとなったりとかしたじゃないですか、だから先のことあんま考えてなくて喋ってんのかなっていう、動けないし、やっぱりまだ未だにあっちのアメリカの意向で動いてるんちゃうんかな、でもそのアメリカの意向でも動けなくなってしまってるんですよね、円高方向行ってるからね、やっぱね、だからやっぱりね、もう総理もそうですけど、直前は失敗してもこういうビジョンがある持ってますと、これはぶれませんと、でそのためにこれやってこれやってこれやっていきます、で多少途中で何かあってもなんとか勘弁してくださいみたいな感じで行く覚悟がある人が出てこんと日本終わりますよね、だからでもああいう何でも出る、あの、ユーさん政治家じゃ無理なんですよ、あのやっぱ商売人というか会社経営した人が出てこなきませんわ、だから2世3世とか政治家の家系の人が出てきたって、官僚から出てきても無理ですよ、やっぱりその経済がちょっと分かる人じゃないと無理ですよ、駆け引きできる人じゃないと、土台、でもそれやろう思ったら国民がまともじゃないといかんわね、票を入れる、そうですねそもそもがそういうことですね、田舎でから金ばらまいてもらって喜んで票を入れてるよじゃあかんわ、そうですね、なんとか先生なんとか先生言うてね、もうだから結局だから政治家の写し鏡はやっぱ国民なんでね、やっぱり民度の高さってさ、まあでもそうならんとしゃあないな最後、っていうことは一回ぐっガチャーって潰してしまうともう無理ですよこれ、二世あかんとかってもう俺作ったらいいなと思いますけどね、思うでしょ、あとやっぱ官僚からとかな、学校の先生のあれと一緒ですよ、やっぱ社会経験ある人がやらんと、そうですね、
偏りますわね。世の中分かってへんとかやってるでしょ、うん、おかしなことになるわね、まあ、どうやったって自分の世界だけのあれでね、価値観でやりますからね、うん、だからいろんな業種とかな、ちょっと苦しい貧乏な目もしたり、水道ガス止められたことはある経験とかな、会社破産した経験があって今はうまいことやってるような人が出てこんと、世の中のこと分かりませんよ、それ、うん、だからなんか基準としてはもうあれちゃう、エリートよりこれからはもうそういう悲惨な目に遭ったやつが出てくるんちゃいますか俺はこんなひどい目に遭いましたみたいな、だから皆さんの気持ちはよく分かりますみたいな、かっこいいみたいな話ですよね、あ、田中角栄そうですよね、ある意味そう、あんなんとこにしか行きようがないですよね、もう、そうですね、うん、まあひどいもんですわ樋口さんも信じられるようになってきたんじゃないですか、政権なんて、いやもうちょっと信じられないですね、でしょ、まだもうちょっとまともや思っとったでしょ、そうですね、あのちょっと前までそんなに積極的じゃないけども真面目にコツコツやるのかなと思ってたんですけども、うん、何のことはね、何も考えてないっていう増税クソメガネって言われてるのはもうまんざらでもないなっていう感じです、ね、今賄賂メガネって言われてるらしいですよでも子供の学級会よりひどいよ、うん、何を話してんのか、 何に対して何をしようとしてんのかもわからん状態で議論してるってあるんかな、そんなこと。私コロナで休んでる時、前も言ったかもしれないですけども、国会中継見ててイラッときましたもんね。今そんなんでプチ喧嘩してる場合かみたいな、プチ喧嘩しとるんですよ、やってるじゃん、何々くんって言われて総理大臣が出てきて野党の誰か出てきてこう言葉のキャッチボールで、うん、プチ喧嘩ですよ。ほんで見てるやつはニヤニヤ笑ってるしな、そうそうそう、麻生とかがニヤニヤ笑ったりとかね、ほんで他のとこでは寝てるやつおるしな、はいはい、他のとこではスマホ触ってるやつおるし、もう全員組にせえこいつらと思うでしょ、あれ見てたら、それを置いといてもっとやることを今いろいろあんのにもう全部止まってるやんって話ですよね、うん、だからあれもある意味観光になってるんですよね、あんなもんやってなってるんですよな、だからそれ2世3世とかそれが当たり前やと思ってる人が学校おるからそうなるんですよ、自分で商売やって世の中分かってて苦しんでね、這い上がってやってきた人があそこ入ってくると、お前ら全員クビじゃってなるじゃないですか、こんなやつらいらんってなるもんな、だってでもあれですよね、その答弁する何々君って言われたらあのカンニングペーパー見て、うん、で官僚のやつが横から来てひそひそと喋ってなんかやっとるんですよ、うん、でそれ前出てきてそれ読んどるだけなんですよね、うん、だからそんなやつはもういらんのですわ、うん、自分のことは自分で考えて自分で喋れる人じゃないと、うん、な官僚のなんか、ね、コントロールされてるロボットみたいな感じじゃないですか、うん、あんな見てたらいらんって思うよな、もう、そんなカンニングペーパーなくても自分の言葉で喋れんとね、じゃ税金は払うしな、うん、うまいことやってくれりゃええねんけど、もう今は俺あいつらに税金払いたいと思わんからな、もう腹立つもお前らのためになんでこんな一生懸命働いて税金取られなあかんねんと思うな、あれ見てると誰まともな神経やったらそうなるわな、だってあアホらしい、ほんまもう寝やがって国会でと思うな、もう言う人おらんのかな、国会だけじゃなし市議会でもそうですよ、寝てるよ、よう言わんのかな、やっぱり当選して新しく初めてその議員さんになったような人ってそこ入っていったらもうそうなるんかな、言われへんのかな、やっぱ新人やったら、あ他の議員とかに、まあ、国民とか国会中継とかで見たらなんかネットとかで言ったりとかしてるじゃないですか、うん、誰々寝てたみたいな、うん、でもそれ以上にわーっと大騒ぎにはなっていかないですね、だからそれまあ日常三半時で結構ある話やからなんてなるんでしょうね、会社の会議で寝とったら社長に殴られるよな、それから出てけ言われますよ、ね、なるよな、俺もし仮に議員なんかに当選して俺その議会でね、初で議会で行っておハゲが 2,3 人寝とったら俺も帰れって言いそうやからな、もう、そういう人がならんねんね、逆に、うん、そういう人はな、アホらしいでいかんわな、あんなとこ時間無駄やし、あんなやつら相手にしたらいいし